はい、おはようございます。ハスミワインです。今日は12月14日です。早いもんで12月ももう2週間経過しましたね。今日は木曜日なので、ま、一旦別に学校に行って、その後は水とかね、いろいろないので買い物に行こうと思います。今日は部分的には晴れてる、基本曇りだけど、もう来週1週間学校にまた行ったら、土曜日からはこっちはもうクリスマス前からお休みになるので、2週間ぐらいお休みに入りますね。で、そしたらもう早いな、もうあと2週間ぐらいしか語学学校には行きませんね。一応その後の予定はざっくりデンマークに行って、アメリカとカナダに行って、2月末には1回帰るんですけど、ビザの切り替えのために。まあ早いですね、すぐ時間は過ぎちゃうな。いいでしょう。今日の外はこんな感じ。あっちの方とかは部分的に晴れてるな。相変わらず寒いけど、強い酒なのな、こっち。やばいな。ま、ということで、とりあえず学校に行こうと思います。はい、ということで、とりあえず買い物に行きました。特に何買うのか決まってないですけど、どうしようかなっていう感じです。今更だけど初めて蝶屋に入った。C'est 06 53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 
地上にあるチョコ屋さんがこんな感じです。はい、今授業が終わって、まあそっか、まあ、さっきのチョコレートショップの後に、あのなんかトナカイの絵が描いてあるやつ買いましたね。結局クリスマスっぽいんで、で、今からジャンマクバンさんにおすすめっていうか、まあ、教えてもらったワインショップがディジョンにあるみたいなので、そこに歩いて向かってます。あと8分ぐらい歩くと着くらしいです。普段あんまり行かない方にあるので教えてもらってよかったですね。よかった。とりあえずそこに向かいます。雨は今んとこ降ってないですね。ちょっと降ってたんですけど、昼ごろ。以上、毎日あります。クリスマス叱ってない装飾もあります。お店に結構クリスマスモード入ってるということで、やっぱワインショップ入ったら動画はそろそろ思います。向かっていきます。ここですね、紹介されてもらったところです。オンビューミレジム、ボンジュー、あ、ジャサルキング、順番にしてていいワインショップですね。あ、ハイアルコールかな、これ。いいな。シーラーもちょっと買っていこうかな。でかいのもあります。結局あとこの、まあ、ワインショップですけど、買ったのはコワールのやつと、あとはシードルを買ってみました。普通の赤と白はあのシャンタルのお店に久しぶりに行くから、せっかくなんで行ってみて、そこでまあ1本ずつかな買っていこうと思います。いや、今はそんなに寒いですけど、言うて凍えるほど寒くはないですけど、週末、今週末ぐらいから急に冷え込むみたいなので、いや、冬本番が始まるのかな、これから分かんないから、風には気をつけなきゃ。せっかくだから先ほどこんな感じ。
だいぶディジョンの街もまあさすがに慣れてきましたね。まあ、ということでとりあえず残りの買い物をして部屋に戻ろうかなと思います。はい、では買い物から、すっげー光って買い物から帰ってきました。ということで改めてちょっと買ってきたワインだっけね、まず最初に買ったシンドルと、あと一緒に売ってたポワール、こっちで買うポワール初めてなので楽しみですね、と、あとはシャンタルのバスルージュと、あとはボジョレボジョレヌーボーね、イベント行けなかったんで、まあ、せっかくなので、あとなんかディジョンのね、あの袋のマークと書いてあって可愛かったので、まあとりあえずなんとなく買ってみました。ということで明日は授業をして、バドミントン、夕方にバドミントンがある、と土曜日は、あそうだ明日、あそうだね日は特に生産者に会う予定はなくて、来週の水曜日にシャビーシュに会いに行ってきます。今年はそれが最後かな、生産者に会うのは。はい、ということでまあご飯食べて、課題があるので、まあ、勉強しつつゆっくりしようと思います。ということで、ありがとうございました。